ライキジョンですよね。今日もやっていくんですけどね。えー、今日は、えー、久々のトーク動画ということでね、えー、2020年をもちましてね、えー、ポノスを脱退いたしますと。い、え、う、ー、ところでね、私、ライキジョンズ3年間ね、ポノス、えー、もう本当にお世話になったんですけどね、まあ、この2020年で、クラロアリーグがチーム戦が終わるんですよ。こう、チームをね、離れて個人でやっていくっていうね、えー、シーンがめちゃくちゃ多くなると思うんでね、まあ、今いるファブのね、人とかもほぼ全員、えー、まあ、脱退したり、 してね、これからね、個人の戦いになっていくということでね、まあ、チーム単位で動いたり、こう、盛り上がったりしていくのは、一旦今年で終わりっていう感じでね。まあ、正直言うとね、悲しいですね。<laughs> まあ、僕も悲しいし、まあ、今ね、見てる人の大多数の人はね、え、なんでチームなくなるのみたいな。まあ、人もいると思うんですけど、まあ、いろいろ、あの、運営さんにもあると思うんでね、<laughs> と、え、言ったところでね、まあ、本当にこの3年間は面白かったし、なんか、思い出深いんですよね。そう。本当にね、この3年間、 一生ね忘れることはなないいんじゃないかってね、えー、思いますねっていうぐらい、本当になんだろう。なんかいろんな経験をさせてもらったし。てか、まずこの多くの人に応援してもらうっていうのは、まあ普通はないよね。普通はないから、普通の人生をね、歩んでたらないと思うんですよ。だからまあたまたまね、ちょっとラッキーだったなっていう言い方もあ <laughs> ってんのかな。わかんないんですけど、まあこのたくさんの人にね、応援してもらえてね。 え、嬉しいですと。えー、言ったところでね。まあ、ポンス、まあ、僕が所属してた時の、ま、戦績としては、まあ、チーム隊員ですけどね。 うん。あのー、世界大会に、まあ、1年目出たり、まあ、あとは普通にリーグ内でね、まあ、優勝したりとか、まあ、そして2年目も、えー、アジアへ優勝して、まあ、2年目はね、世界大会は行けなかったけど、アジアで、えー、優勝もしましたと。で、3年目はね、まあ、ファーストシーズンこそ、えー、成績が振るわなかったものの、セカンドシーズンではね、世界大会を決めることができましたと。えー、い言ったところでね、本当に、結構ね、頑張って、 来たなって思いますね。でもね、本当にここでなんか俺、謙虚じゃないんですよ。皆さん多分知ってると思うんですけど、俺謙虚じゃないんで、あのー、これ、マジでね、こうなんか、ちょっとみんなからよく見てもらえるように、あの、ちょっとここで謙虚にしちゃうことによって、みたいな。そんな感じじゃないんですけど、マジでこれ思うのがね、あの、運が良かったですね。本当にね、まず1年目。これはね、本当に思うのが、やっぱみかんさん、あの頃本当にみかん環境だったじゃないですか。みかんさん最強、みかんさん最強って感じ。 感じでそのみかんさんにね、ずーっとつきっきりでね、一、えー、対一で、あの、クララを教えてもらえたっていうのがね、今の僕をね、構成してる全てだと思うんですよ。本当に。っていうところで、まず、うん、いいポイントその1ですね。まあ、そして、えー、まあ、 なんだろうな。あの、優勝した時とか、世界大会に出た時、うん、っていうのは結構あったんですけど、それでもやっぱり、思い返してみると、俺が一番成績を出してたシーズンっていうのはないんですよね。そう、なんかね、俺が一番成績を出してたじゃなくて、優勝した時とかは、ま、結構いい成績は出してたものの、やっぱチームで言うと、ま、2番3番ぐらいで、やっぱ俺よりも、ズバ抜けて強いやつがいたんですよ。ま、1年目だとミカんさん。ま、2年目だとラットも、めちゃくちゃ、勝ってたし、ま、ミカンさんも、 君川さん勝ってないか、そんな。<laughs> <laughs> よくねえな、これ <laughs>。まあ、ラットがめっちゃ勝ってたし、そして、まあ、3年目ですね。3年目はまあ、KK、麦が、やっぱこう、ツートップで、こう、めちゃくちゃ勝ってくれたおかげで、まあ、影にね、いる俺らもね、まあ、ちょっと活躍できたんじゃないかなと。えー、言ったところでね、まあ、やっぱりこう、メンバーに恵まれましたね。だし、KK とか、ラットとか、あと、焼き鳥もですね、まあ、あと、麦か。まあ、みんな誘った、まあ、俺が全員が俺が誘ったとか、そういう話じゃないんですけど、あの、もともと仲良かったとか、えー、いう人とかにも、こうね、 遊んでる時とかにね、こう、やっぱお前と一緒にやりたいなみたいな感じで、えー、ったりした時とかもね、熱い話をね、した時とかもあって、あの、普通にその声をかけてくれたら、あの、ちょっと考えてみますみたいな感じで言って、えー、まあ、 あと、後々ね、こう来てくれるとか。まあそういうこともあってね。やっぱりこう、自分のやりたい人とできるっていうのがまずね、いい環境だったんですね。やっぱりこういうプロという仕事なもんでね。やっぱりこう、嫌な人とやんなきゃいけないとかいう場面もあると思うんですけど、本当になかったんですよ、それが。まあね、それが本当に良かったですね。待 <laughs> <laughs> ってよ、喋れねえじゃねえかよ。 え、それがね、本当に幸せでしたね。うんだし、俺をね、やっぱりポノスを応援してくれてる人とか、俺を応援してくれてる人ってね、めちゃくちゃあったけんですよ。そう、なんでね、やっぱこの3年間、あの、応援してくれて本当にありがとうございましたっていう感じなんですけどね。ま、今後の活動ですね。ま、皆さん気になってると思うんですけど、まあ、俺がね、え、先日したこのツイートですね。ま、ちょっとした匂わせなんですけど、まだね、えー、ま、言えないんですけど、まあ、 後々まあ、もうちょっとしたらね、ちょっと、いい発表がね、皆さんにとって、うぅぅっていうね、まあ、エヴァンゲリオンになってしまうぐらいのね、いい発表がね、えー、あると思いますんでね、まぁぜひ期待しておいてください。えー、まあ、皆さんにとってね、えー、こうちょっと熱い発表もね、えー、あると思うんでね、そちらの方もね、まあ、1月期待していただければと思います。まあ、来年の活動なんですけどね、まあそうですね、結構みんな同じような感じなのかな、プロだった人は。まあ、真面目に、その、今まで通り世界一を目指して、 出すすって人人はねね結構少なくなくると思うううんですけどそういう人が、ね、やっぱり今まではチームとしてやってるからみんな頑張ってるから俺も頑張ろうとか、まあ、みんなに負けたくないから俺は絶対このチーム内でも1位を取るとかね、まあ、そういう思いがあって結構こう切磋琢磨してみたいなあったんですけどやっぱりね今回もうチーム戦じゃなくなると言ったところでねまあちょっとなんかまあなんだろうな まあ、モチベにかけるというか。まだからね、それよりは、こう、楽しんでる姿とかをね、まあ、俺とか特にそうなんですけど、こういうスタイルでこういうキャラなんでね、皆さんにね、楽しんでもらえるような動画をね、出したいと思ってます。そしてね、まあ、やっぱりこう、まだね、今僕を応援してくれてる人とかはね、結構この動画を見てくれてると思うんですけど、まあ、あの、応援してくれてる人もね、またさらに、またさらにもうちょっと応援したいな、こいつって思わせるようなね、やーつーにね、なっていきたいと思います。まあ、そういう感じでね、で、今までやっぱ、 プロだったからっていうのがあって、まあ、本業が勝つことだったんですよ。ただ、次からね、本業が勝つことじゃなくなるので、あの、っていうのもね、大きくて、だからやっぱり今まではプロっていう、その、枠組みがあったので、まあ、やっぱり、この、いろんなね、番組から声をかけてもらえるとか、ま、あそういうこういうのに出ませんかとか、やっぱ周りからこう来るのに、こう乗ってったっていう感じなんですよ。なんですけど、これからはね、もうそういうこともなくなるので、よりこう自分から動かなきゃいけなくなるんですね。自分からやりたいことを、ま、外に 喋ったりとか、えー、声をかけたりとか一緒にやりたい人となんかこういうねやんねって持ちかけたりとかねまあ、そういうのもやっていきたいと思ってるんでね、えー、まだまだ、えー、応援してもらえる人になっていきたいなと思いますってことでね今日はこの辺で終わりたいと思いますまたね、えー、明日からも元気よくね、えー、動画を撮っていきたいと思うんで楽しみにしてもらえればと思いますということで終わりますバイバイ。